みんな何してた？ラッシーさんは今ね、暇を持て余して、暇に暇を重ねて暇人間になっていたところだよ。なんか面白い事件でも起きねえかな。暇すぎて暇すぎて、終わったドラクエのレベル上げばっかやってるよ。一方その頃、深淵では、やはりダメだったではないか、このポンコツどもが。お許しください、ゾルミアス様。ならんならん、今日という今日は貴様の消し罪にしてくれるわ。よし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 、まあそんなに腹を立てなさるな、ゾルフィアス様。何を悠長に笑っておるか、貴様も消し罪の一員だぞ、ヌードルズよ。ゾルフィアス様、そう目くじらを立てなさるな。今度こそ絶対に成功させてみせますゆえ。お、何やら今回は自信がありそうだな。特別に許す、話してみよう。今までの失敗は、そこのサイレントスティーブとビッグスターを信用して、こいつらに素材を集めさせたからにございます。おい、なんか勝手に。僕たちのせいにされてる部品、許せない部品。おい、何をこそこそ言っている。何か言いたいことでもあるのか。めっそうもございません。なんでもありません。どうぞ話を続けてください。よろしい、ヌードルズよ。なので今回はそやつらに素材を集めさせたのではなく、すでに強い怪物同士を合体させようという策にございます。なるほどなるほど、強いものと強いものを組み合わせればさらに強いものが生まれるのは通り良いではない。よしよしよしよ、そうでございましょう。ともザルギアス様、それでは早速合成をしてまいりましょう。してヌードルズ、一体何と何を合体させる。こちらの説明はミスルナよりさせたいと思う。ミスルナよ、説明を。かしこまりましたわ。それでは説明を。ゾルフィアス様、今回合成させる1体目の素材はこちらです。おう、こやつはラブナブではない。なぜラブナブを選んだミスルナ。はい、ラブナブには友達が欲しいという強い怨念がございます。その強い怨念を新しくできる怪物に気づかせるためにございます。なかなか良さそうな選択肢。して、もう一体は何にするの。はい、ゾルフィアス様、もう一体はこちらでございます。こやつは前回負けたロキシックピンザーではないか。こんな負けたやつを合成させて本当に大丈夫なのか。問題ございませんわ、ゾルフィアス様。負けたとはいえかなりの前進をしたと思っております。前回負けたのは怨念の力が足りなかったからです。その怨念の力をこのラブラブで保管することにより、より凶悪な生物が生まれることは間違いないでしょう。そういうものか、よろしい。では早速合体させよう。よっよっよっ、承知いたしました。それでは参りますぞ、合体でっしゃー。おお、これはまた凶悪な魔物が生まれたものだ。こいつならやれるかもしれんな。この体にある目は、ラブラブの特徴をかなり引き継いでおる。しかし、この細い手足は、ロキシックフェイザーそのもの目ならばいけるかもしれんな。おー、今日も暇でーす。こう何も起こらないと暇すぎて、退屈してしまい。あれは、なんですあの化け物は。っていうか、私のセリフを言う時間が与えられませんでした。そんな私もです。ここしか出番がないのに悲しいです。そんなこと言ってる場合じゃないです。襲ってきます。わー、ヘルプミー。ギャー、一瞬でやられた。国境を越えられてしまいます。おー、ラッシーさん、大変です。おー、ベリーじゃねえか。いやー、よかった、超暇だったんだよ。ちょっと暇つぶしに撃ち殺させてくんねえか。この一大事に何を言ってんですか、この当変僕が。ルフィ、当変僕とは何事だ。お前が当変僕だろうが。おー、ひどいです。
すっきりしたぜ。ありがとな、ベリー。そんで、結束会でどうしたんだ？どういたままして。そんなことより大変です。先ほど、我が国の国境が何者かによって破られました。なんだと？なんでそれを先に言わねえんだ？この役立たず。あんたが勝手に撃ってきたんでしょうが。つか、言い争いなんかしてる場合じゃねえな。さっさと行くぞ。早く行ってくださいよ。おう、ダッシュさん、そこは壁です。玄関はこっちです。それで、あれが攻めてきたっていう化け物か？どうやらそのようで。なんていうか、まあ確かに化け物感はあるけど、そんなに強そうなのかな。なんか言われてみれば手足もひょろひょろで、あれからビリーでも倒せそうですね。お前そう言ってお前いつもやられてるけど大丈夫か？大丈夫です。たまにはビリーの強いところをリスナーの皆様にも見せます。おそうか。じゃあ頼んだぞビリー。任せるよ。よし、そこのヒョロヒョロ野郎、大胆なビリーが大胆に分身してお前を大胆に倒してやるぜ。さあここで大胆なビリーがハングリーたちに攻撃を仕掛けていった。大丈夫なのかビリー。いやーやっぱりダメだ、一撃でやられてる。そして鎌での攻撃もあるぞ。これは強い。倒してしまいましたハングリーたち。おっと一匹残ってる。バトルスタート。さあ、
なんだろう、音量みたいなじゃあ、でもなんとか映画が映りましたね、ラジオの実況もよかったよかった、また見つけてね、ぜひまた見つけてね。